今回もね、正規の続きやっていこうと思います。今回はね、カラーリングの帯をね入れていこうかなと思います。ただね、ちょっと失敗しちゃったのがね、黒を先に塗っちゃったので若干ややこしいかなというところではあるかな。黒塗っちゃったっていうか下地残しなんだけどね。でまずね、白く塗るところがこのね、モールドからこっちなんだよね。なのでどうしようかなという感じではあるんだけど、とりあえずこのラインに沿ってね、こういう感じで貼っていけばいいかなと思ってます。でここまではね、そんなに大したことがないんだけど、この辺りとかね、逆アールになってたりとかしてややこしいので、どうしようね。曲線マスキングの太いやつ使うかな。まあこういうね、マスキング、曲線マスキングとかを使って貼ってあげると若干貼りやすいんじゃないかなと。まあ曲線マスキングってね、もちろん曲線に貼るのもそうなんだけど、立体物にね、貼るときなんかも、まっすぐね、貼って、下がデコボコしてるとね、どうしても普通のマスキングってよれちゃったりするんだけど、そういうのをね、吸収できたりするので、そういう使い方もね、いいかなと思います。ああ、もちろんなんですけど、シルバーの上にね、クリア吹いてます。フラットじゃなくて、セミグロスクリアかな。吹いてます。軽くね。じゃないと、マスキングした時にね、銀の粒子が持っていかれちゃうので、気をつけてください。で、反対側もね、貼っていきます。で、さすがにね、こんな局面まではね、無理しちゃうと浮いちゃうので、別でね、貼っていきます。まあ、2枚ぐらい貼ってね、こんなもんでいいかな。まあ、曲線マスキングでね、1枚でいってもいいとは思うけどね。で、まあ、こういうところのね、隙間も貼っていきましょう。まあ、本当はね、厳密に言うとね、これマスキングのやり方逆なんだよね。よくみんなやると思うんだけど、エッジを貼って、であと雑に貼るっていうのは逆で、本当はね、雑に貼ってエッジを貼るっていうのがいいんだよね。それだとエッジだけね、完全にカチカチに固まる前にペロッと1枚めくれるんで便利だと思うんですが、まあもうめんどくさいのでこんな感じでやってます。ちょっとね、後ろの方ね、何もガイドがなかったんで、ここにね、筋彫りが1本モールドがね、あったんで、モールドに沿わせて曲線マスキングをね、ぐるっと一周巻きました。これにね、プラスして細い方のね、2mm の、曲線マスキングを付き合わせでね、貼っていけばいいかなと、知的にはいいんじゃないかなと思います。で、もちろん、ここのね、間付き合わせなんで吹き込むんで、普通のね、マスキングでかぶせていきます。ここら辺はね、まあ、ざっくりで大丈夫なんで、そしてあとはよくか、こんなもんかな。まあね、検討なんで適当っちゃ適当だけど、こんなもんかな。で、今回ね、紙を使ってマスキングしてるんだけど、なんでね、紙を使ってるかっていうと、まあ、シルバーのところにね、あまりベタベタ貼っちゃうのもどうかなと思ってね、シワのところはどうしても貼らないとしょうがないんだけど、まあ、なるべくね、マスキングテープを直に貼らなくていいように、紙とかをね、使ってマスキングしてます。まあ、クリア拭いてるんでね、よっぽど大丈夫だと思うんだけどね、まあ、とりあえずこんな感じでマスキングしました。じゃあね、早速色を拭いていこうと思うんですが、まあ、今回はね、恒例の塗装だけになるかなと思います。ホワイトをね、拭いていこうかなと思います。今回ね、フラットを使います。フラットの方がね、乾き早いんで、フラットでね、拭いていこうかなと思います。まあ、ツヤのね、トーンとかは変わってくるかもしれないんですが、まあ、最終的にね、クリアとかで仕上げちゃうんで、まあ別にいいかなと思います。ヘアブラシね、拭いてるところ取り忘れちゃったんだけど、カメラセットしてね、電源入ってなかったっていうね。なんだけど、まあこんな感じでね、塗りました。一箇所ね、マスキング忘れあります。ここね、一晩かな、マスキングし忘れてるけど。で、塗ってからね、4、50分ぐらい経ってるかな、マスキングをね、剥がしていこうかなと思います。適当に剥ぎすぎてさ、もうどこから剥がせばいいのかわかんないっていうね。この紙類から剥がせばいいんだけど。パターンのやつや。よいしょ。まだね、指紋がつきそうな感じなんで、ちょっと触らないようにしてね、剥がしていきます。結構厚拭きしちゃったんだよね。というのが、垂れちゃってさ、最初1回目、薄めで拭いたら垂れちゃって、それを消すのに、濃いめで厚拭きしたんだよね。マスキングの貼り方が鬱陶しい、我ながら。割れながら鬱陶しいぞ、この貼り方は。指紋ついちゃう、ついちゃう。よいしょ。よいしょ。マジで鬱陶しいわ、貼り方が。うわ、危ない危ない。
今のぐらいだったら大丈夫だけどね、触ったぐらいだったらギュッて握らないようにね、ちょっと考えて。で、そうだそうだ、今回ね、白多分終わりじゃないです。綺麗には濡れてない、まあ、どっちかというとタッチアップするのは周りの色だけど、黒とかね、今回でね、綺麗に濡れてるとは思わないです、多分。あれながら鬱陶しい貼り方してんな。話す時のことまで考えろよってね。お家に帰るまでが遠足ですからね、じゃないけど、話すまでがマスキングですからね。話す時のこと考えて貼りましょう。お前が言うなって感じだけどね。なんなんだよ、この貼り方。ほんと鬱陶しいな。ほんま鬱陶しいな、これ。裏側の境界はこんな感じと、やっと境界のところまで来たね。フェリップフェリップフェリップ、もう境界のところついてないからね、そもそも塗料が重ねすぎて、何枚も何枚もフェリップ。そしたら後ろ側の境界もフェリップ。そしてこれかわかんないかな。よし、だいぶ剥がれてきたぞ。だいぶ剥がれてきたぞ。よいしょ、よいしょ。じゃーんと、めちゃめちゃ大変だった。だけど綺麗に濡れてるんじゃない、まっすぐ。だいたいね、だいたいまっすぐ、目見当にしてはまっすぐ平行に濡れてるんじゃないかなと。裏もね。で、余計なところには吹き込んでないよと。ないよと。おそらくだけど吹き込んでないよと。裏の頂点は若干にじみあり。で、何をね、塗り直さないといけないかって言ったかっていうと、ここ。前回ね、逆Rになっちゃってるよっていう話をしたと思うんだけど、そこをね、今回白を塗ってません。なので黒を入れる必要があるよ、という感じかな。ああ、こんなとこ吹き込んでるわ。まあ、そのあたりも塗らなきゃいけないよ、という感じかな。うん、まあタッチアップでいくか、マスキングしてね、もう一回綺麗に塗り直すかわかんないですけど、このあたりのね、修正は裏でやっとこうかなと思います。あとこれか、ピトー管ね。ピトー管はどうしようかな。あ、まあピトー管はあれでもいいか、エナメルでもいいかなとは思います。っていうかね、順番が逆なんだよね。白入れて、白マスキングしてから黒塗ればよかったんだよね。それを完全に忘れていた。だから本当の塗装の順番で言ったら、多分白入れてマスキングして黒塗ってマスキングしてシルバーの順番が楽だったんじゃないかなと思います。どこまで話したっけ、バッテリー切れちゃった。あ、そうだそうだ。見えるかな。まあ見えないね。光に当てると若干筋が見えてると思うけど、この辺り。垂らしちゃったんでね、濃いめにブシュッと吹いたんで、なかなか乾かないんじゃないかなというのもあってね、ちょっと数日ね、放置しようかなと思います。次はどうしようかな。尾翼の赤を入れたりだとか、ここのなんだっけ、青竹色っていうのを入れたりとかしないといけないかなと思います。あとはカラーリングあったっけ。まあそんなもんだよね、カラーリングはね、と思います。ということでね、今回も機体のね、カラーリングっていうのをね、していきました。
そろそろね機体のカラーリングももう少しで終わりそうなので、まあ、若干それっぽくなってきたかなという気はします。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。